Hey everyone, and welcome to DMM Daywa Radio. Enjoy good talk and tips for learning English. DMM Daywa Radio. Let's get started.はい、DM メーカーラジオ始まりました。今週は PR チームの緑とトリリンガル講師のレネがお届けいたします。はい、レネさん、まあ、いきなりですけど、はい、最近何か嫌なことありました？嫌なこと？嫌なことです。あはは、not really? No, not really ですか？ Did you have anything?Yes, I have. Okay. 私もう年末からちょっと懸念してることがあって、うん、いや毎年花粉症がやばいんですよ。あ、花粉の時期ですね。もう花粉の時期が来ましたね、うん、皆さん、花粉症の皆さん。 I know my eyes are so itchy. Yes, that's true. いや絶対嘘でしょ、メイクも真っ白綺麗だよ。おおって何よってまあそういうわけでも年末からガクブルしてるあの花粉症なんですけどね、うん、そうね、助かった、はい、ね、確かに。大変、何か慰めの言葉は英語でください。慰めの言葉、just take a lot of medicine, I guess. Oh my god! まあ、というわけでね、今週も DMA からラジオ、始めていきたいと思います。このコーナーでは、英語で使える表現や英語学習に役立つ、情報をご紹介していきます。最初のコーナーはマテリアルオブザデイ、 DM メーカーのおすすめ教材を季節ネタや旬なトピックを絡めながらご紹介し、ユーザーの皆さんにもぜひ活用していただこうというコーナーです、うん、本日は健康とライフスタイルの教材から I have allergies をご紹介します。ちょうど緑さんのリクエスト通りですね。そうですね、この時期すごい使いたい表現が、はい、いっぱいあるんで、私みたいにこの花粉症が辛いんですというあの状況をバッチリ伝えられるようになれたらなと思います。うん、なるほど。で、今回の教材ではその動物アレルギーとか、その他のアレルギーをお持ちの方が、すごく参考になるような表現が揃っているの でまたもしアレルギー持ってなくても、突然出てきた、時にまあ、備えてチェックしていきましょうか。なかなかアレルギー出ることないと思うんですけどね。なかなかね、はい、でも何があるか分かんないんで、うん、ぜひチェックしてみてください。 Alright, so, let's get started with the warm up. まずは、こちらの写真を見てください。リスナーの皆さんもマテリアルを一緒に見ながらぜひ聞いてみてくださいね。はい、いつものようにボキャブラリーからと思いきや、あ、斬新なワームアップから始めるんですね。そうなんですよ、健康とライフスタイルの教材は他のオリジナル教材と比べて少しあの進み方が違っています。なのでいつも使っているテキストで、まあ、少しマンネリ化してきたかなっていう時にぜひ気分転換として使ってみてください。はい、うん、こちらの、写真描写ではアレルギーに関連している写真を説明しています。景色と、登場人物、その人の見た目や特徴、また、その人がどんな動作をしているのかを3分ぐらいで言ってみましょうか。はい、簡単に言うと、うん、花畑にいる女の人がくしゃみをしようとしている風景ですよね、うん、花畑くしゃみしようとしているはどんな感じで言えばいいんでしょうか。花畑は a field of flowers、 くしゃみは sneeze、 しようとしていると表現したいときは be about to do を使ってみてください。はい、この be about to do たまに聞きます。実際どんな感じで使えばいいんでしょうか。これは実はすごく便利な表現で、例えば I'm about to go to bed、これから寝るところですとか The bus is about to leave、 バスが、出るところですっていう感じで、使うんですけど、これからこうなりそうですよ、こうなる直前ですよって伝えたいときによく使える表現です。で、他の未来形の表現と違って be about to っていうのは本当にまさに今しようとしているところなので、明日とか、来週を表す、tomorrow とか next week とかと一緒に合わせて、使うことはできないのでちょっと注意してくださいね。あ、なるほど、本当に今ここからやるよ、何々そうだよっていうあの未来形なので tomorrow とかは使えないんですね。そうです、なんで例えば
I'm about to travel next week とかって言ったりはしないんです。ちょっと変なんですね、それだと。了解です、うん、それではちょっとやってみますね。 There is a woman standing in a field of yellow flowers、mm-hmm. She is wearing a white bracelet, black sunglasses and butterfly earrings. All rightShe's about to sneeze. Okay, perfect. Yay! すごい特徴的なあのブレスレットしたり、ね、イヤリングしてますね。なかなかつけないよね。またもイヤリングそう。まあ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 、個人の自由ですから。まあまあ、あの、まあ、今のようにですね、この風景がよく想像できる、描写の仕方でしたね。で、この be about to do、今まさに丸々しようとしているところっていうのを使ってみると、そのくしゃみを、する直前っていうのが、目に浮かぶと思います。はい、ふわってなったところですね。そうそうそう、ふわってわかりやすい、うんうん、さて、写真描写で花粉のイメージが湧いたところでエクササイズ2の、ボキャブラリーをチェックしてみましょう。 Right? ポーレン花粉、イチかゆい、Swell up 腫れる、 Water 体が分泌液を出すまたは涙を出す。最後の Water なんですが、これはいつもの名詞の Water ではなくて動詞として使っています。例えば You could say、My eyes started watering、 私の目から涙が出始めたという感じで使います。なるほど、私はポーレンのせいで目が1で swell up して watering になっちゃうので、うん、もう本当に使える表現ばっかりですね。あ、そうですね。で、ちなみに自分が泣く場合は、うん、cry ね。あ、なるほどなるほど、うん、ここもちょっと間違えないようにしなきゃですね。そう、 なんでその泣きそうなんですっていう時に water って言っちゃうと花粉なのかなみたいな。ついついこう覚えたばっかりな単語とか使おうとするので気をつけようと思います。ぜひぜひ。はい、So, let's check the some expressions we have here. 少しあのこういう会話をするときに使える便利な表現をチェックしていきましょうか。What are you allergic to? あなたは何にアレルギーがありますか? Are you allergic to anything? あなたは何かにアレルギーがありますか? I'm allergic to peanuts. 私はピーナッツにアレルギーがあります。I have peanuts allergies.これも同じ表現の意味ですね。はい、結構いろんな言い方で表現できるんですね。うん、そうなんですよ。で、特にあの花粉症とか、うん、体の表情を伝えたいときはよくハブを使います。ああ、ハブ、自分がこう症状を持っているっていうイメージ。そうそうそうです、うん、それではちょっと練習してみましょうか。はい、ミエルさん、 What are you allergic to? I'm allergic to pollenAlso, can I say I have a pollen allergy? Yeah, sure, no problem. Yeah. 花粉症は、先ほどやったような花粉の意味の pollen allergy か、もしくは I have a hay fever と言ったりします。Hay fever? Hay fever, yes.、うん、I'm allergic to hay fever. でも OK なんですね。実はこれはですね、hay fever 自体が、花粉なので、I have hay fever.になります。ちょっと難しい。なるほど。で、I'm allergic to っていう表現を使いたいときはその to の後ろに具体的にどういうアレルギーを持ってるかっていうふうに伝えるといいです。なるほど、うん、例えば You can say I'm allergic to cats or dogs とか I'm allergic to peanuts とか、うん、具体的な名称を入れるっていうのがポイントですね、うん、その通りです。はい、それでは、教材にある Cultural Note カルチャーメモをご紹介します。 English speakers generally do not say what kind of pollen they are allergic to. For instance, they do not say I'm allergic to cedar pollen. They simply say that they have allergies or hay fever. ということです。なるほど、まあ、確かに日本人同士でも私杉の花粉症なのって言わないですよね。さっき私も花粉症花粉症って言ったけど、まあ、実際にこう花粉症っていうと、まあ杉なのかなとか時期的なものでみんな判断してるような気がしますね、うん、確かに具体的に、ね、伝えちゃうとねめちゃくちゃ詳しくなんか教えてくれてるやんみたいな、うん、そうですね。確かに。
で、もしどの花粉にアレルギーがあるのと聞かれた時に、you could say、probably I'm allergic to cedar pollen because there are many cedar trees in Japan のように答えることができます。はい。で、文化背景をチェックしたところでエクササイズ3のダイアログプラクティスに行きましょうか。はい、うん、ここではハナとローレンの会話でシチュエーションはこうです。 It is spring. Hannah is visiting Lauren who has been blowing her nose a lot. 春です。ハナは鼻をよく噛んでるローレンに会いに来ています。面白いシチュエーションですね。まあ花粉なんでしょうね、うん、で、それでは、私が花役です。で、みどりさんはローレン役でお願いします。はい。 Do you have hay fever? Worse, I think I'm allergic to my cat, Muffin. But didn't you have cats when you were a kid? I did, but I think I've developed cat allergies. My eyes have been watering ever since we got her. That sounds tough. Yeah, I would love to play with her more, but my skin gets so itchy. 自分の飼っている猫にアレルギーがあるというローレンさん、かわいそうですね。うん。Worse と言ってる通り、花粉症より辛そうですね。確かに。はい。ね、年がら年中アレルギーみたいな感じになっちゃいますね。ねえ、一年中。そっか。で、猫をね、外で飼うわけにもいかないですし、そうですね、うん、まあ、どういうような対策をしているのかがちょっと気になるところです。はい、うん、で、ここで一つ表現の確認なんですが、ハナさんが But didn't you have cats when you were a kid? というふうに言ってますが、これどういうふうに訳されるかわかりますか？これはでも子供の時に猫を飼ってなかったという意味ですかね。ただこの didn't you の聞き方がややこしいですね。うん、そうなんですよ。 But it's actually a very useful expression. So, なのでこの didn't you っていうのは、意外な驚きを表現したいときによく使えます。はい。例えば、I can say, Oh, didn't you like chocolate? うん、チョコレート好きじゃないのみたいな。そう、好きじゃなかったっけ、はいはいはい、みたいな確認をしたいときによく使える、はい、あの表現です。なるほど。うん。なので例えば、we can also say didn't you know this? これ知らなかったのっていう、当然知ってるはずなのにそれを知らないんですかっていうふうに、よく使ったりもします。なるほど。相手に確認する場合とか、あと意外な気持ちを表すときに使える表現ですね。ただちょっと受け答えが混乱しそうですね。うん、受け答えは実はそのまま事実を述べればいいだけなんですよね。例えばさっきのダイアログの例で言うと、But didn't you have cats when you were a kid? うん。で、もし猫がいた場合は、You say yes. 猫がいなければ、No. で、うん、Yes か No. で、普通に日本語と同じように答えればいいだけです。はい、なるほど。ちょっと練習してみましょうか。みどり、Don't you have pollen allergy? Yes, I have. でいいですか？ OK です、うん。確認の意味の花粉症でしたよねっていう質問に対して、はい、そうですと答えましたね。はい。あとこのタイプの文はイントネーションが大切です。 Don't you have pollen allergy? Don't you have pollen allergy? で、質問の頭の部分に少し力を入れるような感じで、イントネーションしてみてください。それではエクササイズ 5What about you? に行きましょうか。まずは基本の質問です。 Are you allergic to anything?Please explain your answer. 今日の最初にやった単語、pollen, itch, swell up, water を使ってみて言ってくださいね。はい。 I have a serious pollen allergy since I was a child. From the end of winter to spring, I have itchy and watery eyes, runny nose, a slight fever, itchy skin, and even tiredness.I can't live without using a mask and tissues. Oh my god, that's terrible. そうなんですよ。途中で笑っちゃいましたよね。確かにね。こんなにもあるのかと。そうなんですよ。Are you allergic to anything? Please explain your answer, Rene-san. Well, actually, I have a hay fever. So I usually start sneezing around this season. And my eyes get very watery. Yeah. And I'm
And I also get a runny nose a lot. Almost same. Yes, terrible. Terrible ですね。ちなみにレネさんの出身のチリってなんか国民的なアレルギーとかってあるんですか？一個あるんですよ。スペイン語で言うと、プラタノオリエンタルって言うんですけど。プラタノオリエンタル、あ、いいですね。スペイン語のサウンドいいですね。直訳するとオリエンタルバナナみたいな感じになる。なんか日本語で言うと鈴懸の木って言うんですけど、聞いたことありますか？聞いたことないですね。なんかそういう木があるんですね、そういう木がいっぱいあるんですよ、チリは。面白い、国によってやっぱ違うんですね。そうね、はい。では、次の質問です。Would you rather be allergic to cats or dogs? Please explain your answer. これは難しい質問ですね。I would rather be allergic to dogs because dogs are outdoor animals, so it's okay to still have them as a pet. But cats are usually more indoor animals, so if you are allergic to cats,It's more difficult to have a pet cat. まあ犬も、まあ、犬種によって外で飼えないワンちゃんいますけどね。What about you, Rene さん? That's actually a very difficult question. But I also agree. I think I would rather prefer to have a dog allergy because we can keep the dogs outside. Yeah. If you have a...If I had cat allergy, I think I would be suffering a lot inside my house. そうですね。Yeah, and it would be very difficult to sleep. 眠れないのもかなり辛いですね。そうね。はい。まあアレルギーがないのが一番なんですけどね。そうなんですよね。はい。まあさて、マテリアルオブザデイのコーナーはそろそろ終わりになりますが、花粉症の皆さん、この時期辛いですが、花粉のない夏を夢見て。頑張りましょう。I know it's a tough season for everybody, but for all the listeners and for you too, Midori, don't push yourself too much, and please take care of yourself. はい、ありがとうございます。ということで今日は、初めての教材、健康とライフスタイルの教材から I have allergies をご紹介しました。本日は花粉症に関する表現と be about to do。今まさに〇〇しようとしているところだと、Didn't you の意外な驚きを示す時の表現、を本日チェックしました。皆さんぜひこれを使ってみてくださいね。はい、このコーナーではこれからもプロの視点からいろいろな教材をおすすめしていきますので、楽しみにしていてください。Hello. Konnichiwa. Minasan. Everyone. Sena. Welcome to the Shoestrings. I'm Kurumi. I'm Julian. We are teachers from DMMA Kaiwa, and also we are traveling around the world. In this program, we'll be introducing you to a country, useful expressions, and travel tips. Please enjoy listening.And I hope you learned something new. Me too. Let's start with a country quiz. Hint 1. They have the largest castle in the world. Hint 2. They consume the most beers per capita in the world. Per capita は人口一人当たりですね。And the last hint, hint 3.Mushroom hunting is popular. The answer is Seno. Czech Republic. In this episode, we will introduce you some street foods from the capital, Prague, and also we are going to talk about how to withdraw money and a cashless society situation, and also we will give you some travel tips.Please enjoy listening!
Today we are in the capital of Czech Republic, Prague. In Prague, there are so many street food. So today we are going to make some report about the street food in Prague. Now we're going to try a popular tourist dessert called Trelenik. And actually, this is only sold in the city center of Prague. It's not a popular dessert for Czech people. Okay. Trelenik is sort of like a sweet pastry, and it's long, and then it's rolled onto a metal pole, and it's cooked over an open fire. なんかドーナツみたいなんだけど、なんか真ん中が真空になってるんだけど、ケーキみたいな感じで、それで街中でみんなこれ食べ歩きしてるんですけど、そのどのフードストリートの屋台も、なんかその店の前になんかバーベキューグリルみたいなので、そのドーナツみたいなのをでかい棒に刺してぐるぐる回してるっていう感じです。とても気になります。And they're covered in the top with sugar.And after they're finished cooking, they usually put either chocolate or ice cream inside. And some people get, for example, you get it, and it's sort of like the cone of the ice cream. So it's about €3 with just the plain one. And if you want to get ice cream, it can be as much as €6. But we chose to get the one with Nutella inside.Let's see how it tastes. Wow, it's too sweet. I personally just want to have a plain, not without the chocolate. Do you want to eat this even with the soft cream on it? To be honest, it's really difficult to eat because there's no easy way to eat it because of the shape and also how it's designed. I just sort of pulled it apart and ate it.なんか食べるのが難しくて、そのロールになってるからこそなんかその剥がれやすいというか、で、あともう粉砂糖と砂糖がいっぱいついてるので手もベタベタです。でも甘くて美味しいです。Now we are at the Central Square in Prague. This is a place where you can see the oldest clock in the world. There are so many tourists. And now I can smell...Something really delicious. Oh, maybe the smell is from this street food truck. What is this? This is called ham hock. Ham hock, H-O-C-K. And it's basically ham with the bone in, and it's roasted over a fire for a long time. So the ham is really tender and juicy.People enjoy eating this ham with the bread and, of course, with their local beer. How much is it? It's for 100 grams, it's about 500 yen. Let's check out it next. They have many menus. What about this hot wine? Yeah, the hot wine is 250 yen for 200 milliliters.Unfortunately, they don't have any samples and they don't have any descriptions in English, so I'm gonna pass. Yep, let's try next food. What's this street food? This is a waffle wrapped around a stick and then it's dipped in either chocolate or vanilla and then you add sprinkles to it.なんかワッフルなんですけど、串に刺さってて、なんか焼き鳥じゃないけど、なんかアメリカンドッグみたいな感じなんだけど、チョコレートとか、あとなんかトッピングがいっぱいついてて可愛いです。How much is this? It's 120 of the local currency, which translates to 550 yen. It's pretty pricey. We are going to skip this.結局一番最初に紹介したチュラニックの甘いスイーツを2人で半分こして食べただけで終わりました。続いて旅中のお金の下ろし方についての話です。In Prague, there are so many street foods, so you can enjoy walking around and eat some snacks. But there is one thing you need to prepare.
It's a cash. Ever since we come to Europe, we never withdraw cash because we can just use our credit card everywhere we go. For example, like in Stockholm or Helsinki, we didn't withdraw any money. In Lithuania, Estonia, Latvia, we didn't withdraw any money because we didn't need it. But now, the situation has changed a little bit. Yep, that's right. The further south we have traveled in Europe, the less cashless societies they have. So it seems like in Poland, we could not take a bus without withdrawing cash. So we had to withdraw cash. And also, when we went to Czech Republic, we had to... If you want to buy street food, they only take cash, and some businesses only take cash, no credit card. If you want to get the cash from ATM machine, there's always a commission and a fee. Sometimes, like, you have to pay 500 yen or something. So we just don't want to waste our money on withdrawing money from the ATM. It's too easy to spend a lot of money when you're using your card, though. You just hand it over and you don't think of it as much like money. So be careful using your card. But also, if you withdraw cash, keep in mind how long you'll be in the country or in a country that uses the euro, for example. And so you don't withdraw too much. And also, if you withdraw too little, then you have to withdraw more money and you have to pay more commission. そうなんですよ。なんで、あの、ATM はなるべく使わないようにしてて、なるべくその手数料とを取られないようにしてます。だけど、やっぱりどうしてもキャッシュが必要になってきて、今いるので、ちょっと下ろさなきゃなと思うんですけど、そのジュリアンが言ってるように何日間いて、どれくらいのお金を使うのかってことをよく考えて、お金を下ろしてください。Today's first expression. It's too easy to spend your money. The example in the show, it's too easy to spend your money when you're using your card. Or, it's too easy to gain weight when you eat potato chips every day. Also,It's too easy to fall in love with Yui Aragaki. Julian 氏がファンだとは知りませんでした。Anyway, it's too easy to なんとかで、なんとかするのは超簡単だよという時に使います。使ってみてくださいね。Thank you so much for listening. お疲れさらば。See you next time.Bye-bye. Bye-bye. DMM 英会話ラジオ英会話ボイス。このコーナーでは DM 英会話ユーザーの皆様の声を聞いていきたいと思います。毎日の DM 英会話のレッスンでのお悩みや、こんな感想を持っている、またはラジオのこんな感想を持っているなど、いろいろな、お便りをお待ちしておりますので、DM 英会話ブログのラジオ記事からぜひ投稿してみてください。このラジオでコメントをご紹介させていただいた方には、非売品の DM 英会話オリジナルオーレンステッカーをプレゼントします。今回は埼玉県さいたま市にお住まいのルーシェさんからお悩みをいただきました。ありがとうございます。読み上げますね。Spotify で DMA 会ラジオを一気に全部聞きました。おー、嬉しい。DJ の方の成長がよく分かって、なぜか嬉しくなりました。私のことですね。ありがとうございます。もう見守ってください。はい。さて、2020年1月に人生初の英会話学習を始めました。リスニングが全くついていけず悩んでいます。チャットボックスに書いてもらえばなんとなくわかるんですが、どんな学習方法、教材が良いのでしょうか
というお悩みなんですけども、よくある悩みですね。リスニングは難しいですよね。ナチュラルスピードじゃなくてもやっぱり難しいんですけど、うん、そうね、なんか代表的な悩みだよね、うん、リスニングはね、最初やっぱぶつかりますよね。これ実は2つあって、会話の中でできることと、自主学習でできる2つなんですけど、例えば先生とレッスンをしているときに、使える2つの質問があります。1つが Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? もう少しゆっくり、話してもらえますかっていう質問と、Can you write it down? Can you write it down? 書き起こしてくれますかっていうリクエストをすると、はい、その場で聞けなかったことがある程度分かります。はい、で、自主学習なんですけど、皆さんそもそもなんで聞き取れないか分かります？知らない音だからっていうのもあるんじゃないですかね。うん、まあ、発音、日本語にない発音もあるし、うん、やっぱ知らない音が多いから、まあ、意味が単語の意味が分かってないっていうのもあるかもしれないんですけど、そういうところですかね。それもあります、はい、でも実は一番は今まで学校だったら文字をちゃんと習ってるんですよね。例えば、ham and eggs、 ハムと卵って、うん、この文字を習ってるから、リスニングをしてるときにこの文字通り喋ってくれることをどっかで期待しちゃうのね。なんだけど、そこの音がどう崩れるかっていうのを知っていくと自然とリスニングができます。で、リスニングには実は音の崩れ方が6パターンあるんですけど、例えばアンドの D が消える。確かにアンって言いますよね。アンドの D がなかったりしますね。そうと、あと母音で始まる単語が前の単語とくっついたりします。へ、なんでさっきの僕が言った ham and eggs っていうのはネイティブ的な感じで言うと ham and eggs ってなったりします。 ham and eggs なるほど。それ分かんないとやっぱり聞き取るの難しいですね。うんうん、これ全然調べれば出てくる内容なんですけど、あと、例えば DMM 英会話のレッスンを、うまく活用していくのであれば、先生に、一文こう読み上げてもらいます。で、その音だけをまず自分で書いてみて、で最後に先生に正解をタイプしてもらうと。はあ、そう、なるほどですね。うん、それはじゃあチャットボックスじゃなくてノートの方に書くと先生そのまま直してくれるので、うん、ぜひ活用してほしいですね。うん、そうすると、先生が喋ってるそのネイティブ的な崩れ方 と、文字を認識することができるようになるので、自然とリスニング力が上がります。うん、しかもなんかちょっとしっくりというかすっきりしそうですね。そうですね、文字で書き起こして、あ、これはこうなんだっていう。そうです。あと確か録音ができるんですよね。そうですね、自分の端末にはなるんですけど、先生に一応ちょっと聞いて、大体 の先生たち OK というので聞いて、録音して、あとの自分の自主学習でもう一度聞き直してみるっていうのもすごいいい復習方法になるかなと思います。おお、はい、っていう感じですかね。そうですね、うん、役に立ったでしょうか。はい、これまだまだちょっとこう自分でいろいろ試行錯誤してレッスンやって行っていただければと思うんですけど、ぜひ参考にしてください、うん、ぜひぜひ。はい、ルーシアいかがでしたでしょうか。ぜひ引き続き英語学習に励んでいただけたらと思います。これからもじゃんじゃんお悩みやラジオに対してのコメントもお待ちしておりますので、DMA からブログのラジオ記事フォームからぜひご投稿ください。ちなみに、シューストリングスのくるみさんとジュリアンさんも、お便りも引き続き募集しているとのことでしたので、ぜひメッセージや、こちらもお悩みでも大丈夫ですので、ぜひご投稿してください。はい、今回いかがでしたでしょうか。うん、健康とライフスタイルの教材は使える表現が満載で、非常に興味深かったですね。そうですね、結構あんまりこの健康とライフスタイルの教材使わないよって方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとちらっと見てみると意外と面白かったり、うん、自分が海外旅行で行った時に伝えたいこととかがもしかしたらあるかもしれないので、ぜひチェックしてみてください。
というわけで本日も DMM メーカーはラジオを聞いていただきありがとうございました。 I hope you guys enjoyed our session as well today. See you!